葉山公園からの眺め、左側には新地火力発電所が見える。新地町は福島県浜通りに位置し、相馬郡に属する町。福島県浜通りの最北、かつ相馬郡の最北にあり、南北に貫く国道6号が町の主要な道路になっている。役場は町の北部の常磐線新地駅付近にあり、 図書館や郵便局などの町の機能のいくつかが点在する。いくつかの河川が投流して、町を横切り、東接する太平洋に注ぐ。南接する相馬市とは、重要港湾相馬港を共有し、同港の北半分ほどにあたる、不当部分が、町域に含まれる。町の生誕は400メートルほどの丘陵で、宮城県育郡丸森町と接する。 北接する宮城県渡り軍とは距離も近く交流も深い。半生時代は現在の福島県内において唯一仙台、半領であり、中村半領であった相馬市とは文化、習俗等の面で異なる点が多々ある。よって方言学において新地町は仙台弁地域に分類される。初代歌、行方郡長を務めた。 大須賀次郎は、着任直後の明治12年に、歌軍内を巡察した際の感想を、今日巡視するところ、真由美組、八千小屋組八村及び駒上根村のごとき、前半に属するところなり、週刊の風俗、自ら相馬の旧法の人民と異なるものあり、言語のごときも、半全別ありと記している。総務省統計局による都市圏基準では、相馬市と同様、 仙台大都市圏に含まれるため仙台市のベッドタウンとみなされることがある。テレビラジオともに仙台の放送局の受信が可能。相馬消防署新地文書小学校、中学校高校仙台空港が比較的利用しやすい。福島県内には福島空港もある。仙台市方面と利用可能であった高速バスは福島交通と宮城交通が運行する仙台。 相馬線は2016年12月9日の運行をもって路線廃止、東北アクセスが運行する南相馬仙台線は2017年1月31日の運行をもって停留所廃止となった。新地インターチェンジ付近では高速バスターミナルの整備が行われており、町は高速バス停車を要望している。小湯霊神社廃電、ありがとうございます。